はいどうも、テケテケです。ちょっと今回は視聴者の方とより運営さん向けにバグがあったので、その映像をお届けしていきたいと思いますが、まあ、今回かなり重要なバグ案件で、まあ、みんなが使っている上杉謙信ですね。まあ、このキャラクターのスキル2の自分の筋力値が敵より高い場合にダメージが倍になるっていうダメージ倍効果、これが筋力値勝負ではなくて、視力値勝負になっているっていうバグがどうやら発生しているということで、まあ、私の元にもたくさんの調査依頼、まあ、そして運営さんに伝えてほしいっていうね、依頼が来ており、まあ、もう上杉謙信っていうキャラクター、このゲームの戦役やボス戦なんかで多くのプレイヤーが登用して使っているキャラクターなんで、まあ、これはもう改善してもらわなきゃということで、まあ、これバグがあるのであれば早急に運営さんには対応していただきたい案件ということで、まあ、もうすでに他の YouTuber さんなんかも動画アップされてますが、私の方からも改めて動画を作らせていただきます。はい、とつて今回検証で使うこちらの上杉謙信、ステータスとしては筋力値が 13817、 視力値が 73837 と相当になっており、はい、対して検証相手のしばしちゃん、筋力値が 13894 の視力値が 74032 と、はい、筋力も知力もどちらもわずかに勝っているような状態にしてあります。この状態でしばし殴ってみると、まずスキル1のダメージ注目してもらいたいんですが、はい、446748というダメージとなりました。はい、からスキル2見てもらうと、はい、同じく446748と、はい、全く同じダメージになっていることから、まあ、上杉謙信スキル1とスキル2両方とも 800% の攻撃なんで、まあ、スキル2の筋力値で勝っていればダメージ倍が発生していなければスキル1とスキル2が同じダメージになると、はい、ということで、まあ、今回は筋力も知力も負けていたので当然ダメージ倍は出ず、スキル1とスキル2が同じダメージとなりました。はい、じゃあちょっと筋力で勝っていきましょう。はい、じゃあ攻撃レベル1をつけて、はい、筋力値だけ80アップさせて13897としておいて、はい、上杉謙信、はい、しばしの13894より少しだけわずかに筋力値上にしました。はい、この時のダメージの変化見ていきましょう。まずスキル1のダメージ、はい、クリティカルで447000と、まあ、先ほどより少しだけ筋力値が上がっている分ダメージ増えてますが、はい、スキル2見てもらうと全く同じ447000というダメージになったことから、はい、上杉謙信筋力値でしばしを抜いたにもかかわらずダメージ倍がまず発動しないということがはっきりしました。はい、じゃあ一回その宝石を外して代わりに今度は知力の宝石をつけていきましょう。はい、知力値は200ぐらい負けていたのでレベル3の知力の宝石をつけて、はい、知力値の値74067の上杉謙信を作りました。これはしばしの74032より、まあ、わずかに30ぐらい上杉謙信が勝る形となったのでダメージに変化があるか見ていきましょう。まずスキル1の方、446748と最初のスキル1のダメージと同じですね。はい、そしてスキル2、893496と、ちょうど倍になっていることから、まあもうこれは明らかに上杉謙信が知力値でしばしに勝った瞬間からスキル2のダメージ倍効果が発動しており、まあ、スキル2の文言である筋力値で勝っていた場合ダメージ倍ではなく、知力値が敵より高い場合にダメージ倍になってしまっているというバグであることが確認できたので、運営さん、まあ上杉謙信みんな使ってるキャラクターなんでね、まあ特に戦役やボスなんかも最近では上の方に行くとステータス持つようになっているので、はい、この部分が筋力値勝負か知力値勝負かでもう結果大きく変わってくるんで、まあこれに関しては緊急の対応をお願いしたいですね。また上杉謙信に限らずこういう筋力値勝負だとか知力値勝負、敏捷値勝負を仕掛ける副将っていうのは他にもたくさんいるんで、まあ、この機会にね正常通りステータス比較できているかどうか合わせて確認いただけますと幸いです。はい、よろしくお願いいたします。ということで、いやこれ治るといいですね。はい、とつて上杉謙信のバグ報告動画でした。それでは。